私にとってこの渡利の荒浜っていう海は毎日新しい発見がすごいたくさんあって楽しい海だと思ってます。荒浜漁港で上がってきたお魚が直接ここに入ってくるので、スーパーでは見かけない魚っていうのもたくさん入ってきて、でそういうのをお客さんに買ってもらう、食べてもらうっていうことは私たちも勉強しなきゃいけない。お客さんでもスーパーで見かけない魚は食べ方がわからない魚が多いので、それについてやっぱり自分で調理してみたりとか、いろいろ調べて、あ、こういうふうに食べるんだとかっていうのが自分でも勉強になるし、お客さんに教えて、あ、そういう食べ方あるのねって喜んでもらえることが、私はすごく楽しく仕事をしているので、それで。震災があって、私はその津波が来た時に温泉の方に取り残されてしまったっていうのもあって、津波を間近で見ているんですけど、でもそれがあったけれども、やっぱり海に戻ってきてしまった、海に戻ってきて仕事がしたいと思えるくらいやっぱり魅力があったのかなと思います。やっぱり荒浜の魅力っていうのは海がすごい近いことで、ここのお店の魅力っていうのはその海で揚がったお魚が直接入ってくることだと私は思っているので、その季節ごとに入ってくる魚っていうのを皆さんにやっぱり知っていただきたいですし、秋になればはらこ飯、冬になれば春先まではホッキ飯っていうのがあるので、もっともっとたくさんの人に来てもらって、荒浜の魅力をもう若い人からご年配の方まで皆さんに味わっていただきたいですし、知ってもらいたいなと思ってます。海と日本。